い、こんにちは。はい、おめでとうございます。はい、DNA 日本一。やりました。ね、26年ぶりというね、3度目。ね、優勝おめでとう。おめでとうございます。もう3位からの本当に大快挙ということで、うん、まあ、下克上をね、まあ達成したということになりました。ねえ、圧倒的にね、やっぱこうソフトバンク有利というような話がある中で、うん、ね、よくそういう不利というか、うん、そういうね、評価を覆したと思って、本当に立派な戦い方をね、してくれたと思って本当に嬉しいです。豊さんはね、でもそんな中でも、うん、はい、DeNA が日本一を取るという予想をしていましたね。えね、どうしてやっぱり、やっぱり嬉しいし、うん、信じてたというかね、うんうん、まあね、いろいろなことがありながら、はい、よくクライマックスシリーズから日本シリーズの最後までもう本当に戦い抜いたと思うよ。ね、もうなんか、ね、どんどんチームが成長していく姿が見えたというかね、うん、でもね、チームが本当に強かっただけに、うん、当たっていく当たっていくチームが、はい、で最後にもう本当に強力なチームが来ただけに、うん、まあ、勝ち抜いたっていうことがね、すごく嬉しいなっていうふうに思うし、はい、まあ、それだけ感動も、うん、あるなというね、まあ、そんな感じがした。はい、ということでね、豊さんはね、もう DeNA が日本シリーズ進出した時にね、はい、どっちが優勝するかの予想、はい、DeNA が勝つ、ね、4勝3敗って言ったのに、それより星1つ、ね、ね、そう、4勝2敗という、本当に何て言うんだろうな、まあ、ソフトバンクにはね、申し訳ないけど、周期的なことで、やっぱりソフトバンクの方は落ちてくるんじゃないか、うん、DeNA の方は上がってくるんじゃないかというね、まあ、予想を立てたけども、なんか皮肉にもその予想というものがね、なんか当たったような形で、うん、もう本当にあんなチームじゃないと思うんだよね、ソフトバンクはね。そうですよね。もっともっと破壊力があって、もっともっと強いチームだと思うんだけども、はい、なんかこのシリーズは力を発揮できなかったのか、うん、DeNA が発揮させなかったのか、うん、まあ、いろんなことはこれからね、検証として出てくるだろうけども、はい、まあ、でも今日はこの優勝のね、うん、余韻に浸りながら、はい、ちょっと試合を振り返っていきたいと思います。はい、はい、はい、まずですね、はい、いつも通りね、はい、今日の先発ね、はい、はい、DeNA の方は、まあ、DH がない、もちろんソフトバンクもないんだけども、うん、桑原、梶原、牧、はい、オースティン、筒香を5番で使ってきた、うん、ね、で宮崎、戸柱、森、大貫ということでね、はい、今日は、まあ、大体予想されたようなメンバーだったけども、うん、まあ、筒香を何番に据えるかっていう、うん、まあ、使ってきても佐野を逆に使うかっていうね、まあ、そういうことも少し考えられたんだけども、やっぱこう結果を出してる筒香を使ってきたという。でソフトバンクの方、うん、まあ、いろいろこうあったけども、やっぱこれをオーダーを出された時に、うん、まあ、周東、今宮、柳田、山川、近藤、栗原、牧原、甲斐、有原というこうスターティングメンバーを出された時に、あ、今日は非常に嫌だなっていうような感じがした、最初見た時にね、強い鉄板のスタメンっていう感じですか。まあ、そうだね、はい、まあ、上位がなんかこう経験者がこうずらっと並ぶというかさ、うん、だからそういう意味では今日にかける思いがなんかすごくスタメンから伝わるような、そんな感じがしました。はい、まあ、先発はね、はい、大貫投手と有原投手ということでね。そうだね、はい、はい、ということで、さあどういう試合になったかというと、うん、なんとなんとこんな大差で、うん、まあ、11対2ということで、はい、結果は終わりました。すごい試合でしたけれども、ね、でね、ポイントがね、うん、今日はね2つあったと思うんだよ、大きくね、大きく2つあった、はい、うん、でね、まあ、最初のポイントっていうのは、うん、まあ、3回、はい、先制点がどっちに入るかということだったんだよね。そうですね、うん、それで2回先頭打者の、うん、筒香2回、はい、チェンジアップをものの見事にセンターバックスクリーン右へ叩き込んだよね、うん、はい、はい、もうねえ、ここで出ましたよ。やっぱりこう、うん、なんていうのかな、このシリーズ見てると先制点取ったらもう極端に有利になるからね、はい、だけどまあ1点では今日のソフトバンクっていうのはやっぱこう容赦してこないだろうなと、うん、
容赦しないだろうなというような思いがあったんだけども、うん、宮崎が倒れた後、戸柱、森のツーベースで、ワンアウト二三塁なんだよね。はい、で大貫、はい、まあここで DH が使えない、まあ DH、あの大貫がねそのまま立つんだけども、まあ三振でも仕方ないなと思って、まあ変にランナーが動くよりは1番の桑原が1打席目にもヒット打ってるし、まあすんなり回した方がいいなと思ったら、まあ三振と大貫選手はね、それでね、ここにもう一つポイントがあって、桑原がどういうバッティングをするかだったんだよね、で1打席目はツーシームを内野安打打ってるんだよね、ショートに、ショートにね、でツーシームを消してくるかなと思ったら、消すっていうのはもう読まないで外のスライダーカット系か、落ちるボールかなっていうふうに思ってたんだけども、1球目にすごいこうボール球のなんていうのツーシームが来るんだよね、それをファールにした、避けきれないで、でファールにした、ああやっぱりインサイドに押してくんのかなって、でもねソフトバンクのねピッチャーがやっぱワンボールからだいたいミスるのがストライクに入れて2出される、で同じツーシームを桑原に投げて、三遊間、レフト前ヒットを打って、3点取られた、2号ね、まあ2打点で2号、2号の先制と合わせて、まあ、3点を失う、ね、で次の1点、3回ですか、で牧が先頭バッターでセンター前、で2アウト後、宮崎がデッドボール、で1・2塁、戸柱はフォアボール、で満塁なんだよね、2アウト満塁で、2アウト満塁、森選手ね、だから森がね再三に言ってた、粘って粘って粘って、やっぱ粘ってフォアボール取るんだよね、この時のこの時にね、1・2・3、3ボールになってから、3・1になって、次のボール、完全なボールだけどさ、ストライク取られたんだよね、もうちょっとね、あのあれってあれちょっと低いだろうと思ったのを、でもその後森も冷静で、次の球の高めをスッと見逃したよね、あれ手が出そうな高さでしたよね、そう、いやだからここら辺がやっぱ森もね成長したなと思って、でソフトバンクが押し出しで有原がそう、点を失うというね、だから3点取られてどっちが1点取るかなと思ってたんだけども DeNA に入ったというまさかの押し出し、まあ、その前もね、デッドボールフォアボールでランナーを貯めていってしまった後のですもん ね、で今日の大貫は、あの前回よりも多少良かった、というのはゾーンで勝負できてたから、だからカウント負けすることはそんなになかったんだけども、まあ、4回、ね、やっぱり黙ってないよね、今宮ヒット、柳田ホームランという ねここで出ましたよね、センターバックスクリーンに放り込まれた、これはでもソフトバンクにとってはとても効果的な30イニング目のぐらいでしたかね、得点ということで、まあ2点差に追いすがるんだよね、でその裏有原を諦めて尾形が上がる、そうですね4回の頭からね、でピンチは迎えるんだけども3つのアウトを三振で取るというね、だからこの前までやられた尾形とはちょっと違うなというようなね、まあ、感じは出せたんだよね、それで5回、これやばいなと思ってて、5回下位打線から始まるけども、こっから下位打線から上位に回ってくると、やっぱ流れがソフトバンクにこの2点で傾きかけてただけに、嫌だなと思ったら浜口を持ってきた、変えたね、ああやっぱ早めに来るなと思って、だから浜ちゃんが 3人でピシャッと切り取ったんだよね、いやもう気合十分でしたね、もうスタンド煽るしね、もっと声援くれみたいな、鼓舞してね、スタンドからベンチからみんなを鼓舞してくれました、でその裏、ね、尾形が、尾形からスチュワートに変えるんだよね、そうですね、さっきの、回の、最後尾形投手のところにダウンズさんをねが代打で出してね、ダウンズ選手を代打で出して、でピッチャースチュワート、もう総力戦になってきてるよ ねソフトバンクはね、もちろん DeNA も総力戦でいってるんだけども、まあ宮崎先頭バッターを取るスチュワートがね、で戸柱、センター前ヒット、森またフォアボール、
っぱここら辺が粘りがあるんだよ、うん、でここで、ワンアウト1・2塁になった、うん、でねポイント2はここなんだよ。ポイント2で浜口は俺やっぱソフトバンク打線には結構あの効き目あると思ってたんだよ ね抑えるっていうふうに思ってたんだよね、うん、はい、でここをワンアウト1・2塁だから、うん、浜口に送らして、まあ、あの桑原が当たってるし、うん、で敬遠されたとしても満塁で梶原を迎えられると、うん、いうようなことでここを浜口にするのかバントさせるのか代打を送るのか佐野を送ってきたね。これね、ここが一つのね、うん、DeNA の今日の試合の賭けだったと思うんだよ。いや本当そうですよね、うん、でね三浦監督は終始このシリーズ引かないんだよね、うん、攻めてる。やっぱね守備固めも使わない、最後の最後までずーっと攻め続けた、うん、ああなるほどここも攻めるんだと思って、うん、でも佐野が凡打するとこの攻めた結果が浜口を変えたことになるから、うん、どうだろうと思ってたら佐野がヒット打ってくれるんだよね。ねえ、素晴らしいね。本当にもう何もかもがピシャリとハマる感じですね。いや本当本当、うん、まあ勝つ時ってこんなもんかもわからないけども、うん、これで満塁を作るんだよね。ワンアウト満塁で桑原選手を迎えると、はい、で桑原、はい、で粘って粘ってもうね徹底的にねスプリットで攻められるんだよ、はい、でも粘って粘って、うん、それでフォアボール押し出しと、また押し出し。だからねソフトバンクの点の失い方が非常に悪いね。そうですね、やっぱこう勢いをそがれるような野手の、うん、そういう失点を重ねる、そして相手に勢いを持たせるという、そうそう、はい、で続く梶原がセンター前に、うん、2点タイムリーヒットかな、あ、うん、1点タイムリーか、はい、うん、でこの時に岩井を持ってくるんだよね、牧から。そうですね、牧選手のところに、岩井投手に交代と、うん、ドラフト2位ルーキーのね、はい、岩井を持ってきた、はい、で牧がセカンドライナー、はい、オースティンが押し出しのデッドボールという、そうでしたね、うん、で筒香に初球を走者一掃の、ツーベースヒット、はい、でなおも容赦なく宮崎がタイムリーということで、うん、一挙に7点取るんだよ。何点取ったかよく分からなくなりました。まあそう、うん、ただ俺が思うにはまあスチュワートを使いこれはダメ、うん、ね、やっぱね DeNA の誇る牧、オースティン、筒香にドラフトルーキー2位の尾形、確かに球速いしいいボールを持ってる、でもねこういうもう徳田原に足がかかった時に使うピッチャーかなと思うとやっぱちょっと違ったような気がしたね。あれですかね、若い勢いでっていうところも考えられたんでしょうか、まあ、そうだね、若さで思い切ってみたいな、まあ、うん、まあそれもあるだろうけど、まあいい経験にはなったと思うけどね、うん、ただやっぱショックの方が大きいんじゃないかなっていうのはね、このそういう結果になっちゃったよね、はい、うん、でその後、うん、坂本を2イニング、はい、伊勢を1イニング、はい、で最後森原をで締めたというね、うん、まあ見事な戦い方をしたんだけども、うん、やっぱね、まあ、大貫がまあ2点を失ったけどもね、うん、まあ、今回も浜口、坂本、伊勢、森原、やっぱ中継ぎ陣がね、いや充実してたわ、うん、それとソフトバンクの方は、まあ、有原が3回61球で、うん、まあ、マウンドを降りるというような形になってからは、はい、やっぱいつものパターンに入っちゃったね。やっぱ尾形、スチュワート、岩井、まあ、杉山は今日は良かったんだけどね、うん、まあ、ここら辺のメンバー、なぜ杉山とかヘルナンデスとか前倒しで使わなかったのかとか、いや本当にそうですね、ね、まあ、そういうことも言えるけども、なんて言うんだろうな、やっぱりソフトバンクの方は劣勢になった時に非常に経験が浅かったなという、あまりにも強すぎたっていうのもありますかね、 DeNA が、あの、そのあーシーズン中ね、シーズン中強すぎて、そのやっぱ劣勢に立つっていうことが機会が少なかった、 そんなになかったと思うね。だからそういう意味ではやっぱこういう試合を体験してなかったという、圧倒的な強さでリーグ優勝しましたから、まあそうだね、うん、まあ、それとこういう時期もあるわというような
やり過ごしをしてたのかなという。なるほど、うん、そしたらまた調子が上がってくるとまた状態は戻るというようなね。ただ短期決戦でこの状態の中で戦わなきゃいけない、その戦い方が少しできてなかったかなという、うん、で一方 DeNA の方は本当にね、はい、この1ヶ月間もう結果が切れるんじゃないかっていうぐらい本当に頑張ってきたし、うん、その中で一人一人の選手がものすごく成長したね、うんうん、だから本当に強くなったし、やっぱ守備も上手くなったし、うん、まあ確かにやってるとねミスも出てくるんだろうけども、はい、まあだけど本当に見事なね、戦い方をしてくれた、うん、それと、太陽出身者、はい、大輔が、うん、まあ勝ってくれたっていうのは嬉しいなねえ、豊さんはねそういう思いもありますよね。大輔も泣いてたけども、うん、ねえやっぱその涙見て本当に嬉しかったしね、うん、やっぱ彼も本当にこのクライマックスを通じてものすごく成長したんじゃないかっていう一人だよね。なるほど、監督として、はい、まあ俺監督やってないけどもさ、はい、やっぱ戦い方をずっと見てきたからどういう監督が優秀だとかそういう見ることはできると思うんだよね、はい、でも大輔ってこのクライマックスシリーズをどう戦っていくのか、うん、やっぱその戦いに応じて展開に応じてやっぱ手は打ってきたし、それは間違いではなかったし、で日本シリーズに入った本当にね相手を称えながら、うん、我々は3位だとね、失うものはないと、彼らはね王者だと、うん、だから向かっていかなきゃいけないと、うん、だから気持ちでも何でもいいから出し切れよっていうようなね、まあそういう形で戦い抜いた、うん、だから采配も本当に引かなかったよ、ね、本当に攻め続けた、だから見ててすごく想像を絶するような采配もあったけども、うん、見事にやり抜いたね、うん、もう本当に三浦監督おめでとう、ね、うん、本当にいい野球をね見せてもらった、うん、それと MVP になった桑原、はい、ねえ嬉しいね。ゆたねさん桑原選手大好きですからね。いや大好きだしさ、うん、もう1年目の時から知ってるしね、うん、なんて言うんだろうな、彼は本当に攻めることに入った時には、うん、絶対引かない絶対負けない男だ、うん、でも彼が発した一言がみんなを鼓舞して引っ張っていったっていうのがね、もうすごく嬉しいし、本当に桑原が成長したっていうのが嬉しくて、ね、本当に MVP にふさわしいし、ね、もう本当に誇れる選手になったね。もう予想通り MVP っていう感じでしたね。いやそうだね、もうシリーズ男っていう名前はでもね打たなくても、うん、勝った結果で俺は悔しくないんかとかね、うん、ミーティングで言ったあれで MVP をやってもいいぐらいだよね、うん、なかなかやっぱりね怖くて言えないよ自分が結果出せなかったら、うん、でも腹をくくってね言ったっていうのがまあ彼らしいし、うん、ね本当に成長したことに嬉しく思います。本当に桑原もおめでとう、本当おめでとうございます。あとは筒子ね、ね、本当に帰ってきてよかったね。よかったもん。本当に最後の最後に、うん、ね、なんかシーズン出し惜しみしたんじゃないかっていうぐらい活躍してたけども。いや帰ってきて最初の打席でホームランっていう。そうだね。セッションの始まりからね、うん。でも本当に帰ってきてくれて本当にありがとう。ね。ね、で牧、うん、ね、本当によかった。ね、キャプテンという重責をね。本当に背中で引っ張り、言葉で引っ張り、はい、ね、できたと思う、ね、本当に良かったと思います、うん、ね、ね、ね、本当に。あとはやっぱこう戸柱、はい、ね、ミニハートはかっこよかった最後もう板についてね、いや板についてあれ見るの楽しみになってます。本当良かったね、はい、うん、でも本当にみんなに感動させられた、うん、ね、中田さんが解説で来てたけども、はい、うん、中野さんも泣いてたんじゃないかな。いや絶対そうです、もう言葉に詰まるような様子が伺いましたね。まあ
DeNA 当初のメンバーも残ってるしね、うん、まだね、いやそういう意味ではなんか関わった人間が優勝できたとか、うん、まあ宮崎もそうだよね、うん、いたな最初から、うん、まあ、そういう人たちがこういる中で優勝を勝ち取れたっていうのは本当に良かったなと思うな。本当ね、あー、まあ、コーチの方々もね本当にあの疲れたと思うし、うん、ね、もう本当にゆっくり休んでください。豊さんもねその最初の頃にねコーチで携わってていろんなこと思い出したと思いますけど、いや思い出したよもうね本当に、また今日中畑さんだったしね、中畑さんだったし始球式もしてたしね、もう中畑さんが最後の方は声が出てなかったけども、まあ2人でいろんなことをね思いながらやってたことを思い出しながらね、あ、ここまで来てくれたんだなと思うと、うん、本当に嬉しかったね、うん、はい、そういう日本シリーズでした。はい、ね、はい、で最後に、はい、ね、看板やちいちゃん、はいはい、ね、今シーズンも頑張ってくれました。ね、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。本当に ね、いろいろちょっと間違えたりね、下手くそだったりいろいろしましたけど、そうね、まあでもいつも一生懸命ね書いてくれてね、手が腱鞘炎になるようなぐらい力入れて書いてたので、まあなんかいろいろね、あるかもわからないけども、ね、まあ応援してくださった人たちもいるんで、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、まあ本当に日本シリーズ楽しませてもらいました、はい、ね、ソフトバンクのね選手たち、監督も含めて最後横浜スタジアムの横浜ファンに対しても最後挨拶に来てくれてたけど、うん、まあ彼らの気持ちを考えると本当に悔しいと思うよ。いや本当そうです ね、うん、まあ、うん、まあ、だけどその気持ちもなんか三浦監督がね常にリスペクトをして、そうでした ね、あのソフトバンクを称えながらのコメントだとか、うん、本当に素敵に思ったし、本当に素敵なチームの戦い方であったし、うん、あの本当に両チームの皆さんお疲れ様でした。はい、ね、いいシリーズを見せていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。